山田です。いや、ちょっと情報動画なんですけど、ホウボウとね、ルギア、ね、これがもう間もなくですね、久しぶりに復刻、3日間いっぱい出るよっていうイベントがあるので、それについての攻略をですね、ちょっと昔動画出してるんですけども、最新バージョンですよね、をちょっとお届けしようかなと思うんですけども、その前にですね、すっげえどうでもいいんですけどね、ちょっとポケセンの方にこの前ね、先日行って、で、そのポケセンに行った時にですね、可愛らしいシールがありまして、はい、こんな感じのですね、ちょっと緩めのね、ポケモンのシールがあって、それ買っちゃってね、僕マックってね、あんまシール貼らない派だったんですけど、人がね、マック使ってる時に、これどっち俺のみたいな、お前のみたいなやつ分かんなくなっちゃうから、あ、目印としてやっぱシールいいなというふうに思って今回貼りましたね。ちなみに内側にはですね、すでにね、はい、こんな感じでヒトデマンとインスティンクトが貼ってあります。このヒトデマンかわいい、自己再生、はい、心がすさんだ時はですね、ここのヒトデマンを見てね、はい、自己再生自己再生とね、心の自己再生をね、測っております。はい、ということでですね、今回はですね、さっきも言った通り鳳凰ルギア対策でございます。土日月、鳳凰とルギアがですね復刻、もう朝から晩までずっと出続けてるんですけれども、昔なので前出たのがね、攻略対策、その後に追加されたポケモンたちがいますので、ちょっとですねおさらいしていこうかなというふうに思います。ということで2匹の対策最新バージョンお話ししていきましょう。はい、それではまず炎対策からいきましょう。炎なんですけれども、はい、炎と飛行のタイプが、入っていますね。炎飛行タイプのポケモンです。ということで、はい、見てください。弱点は岩、はい、岩が一番ぶっ刺さりますね。時点で水と電気ということで、最適なのは岩タイプの技をね、打てるポケモンを使ってあげようということですね。で、タイプ一致しているのが望ましいという感じです。で、それがいない人は水電気タイプで弱点ついてあげようって感じですね。逆に炎、格闘、地面、鋼、フェアリー、草、虫、これらはですね軽減されてしまいますので、打つことはお勧めしません。そんな方法なんですけれども、打ってくる技構成こんな感じですね。神通力、鋼の翼、目覚めるパワーが通常攻撃ということで、目覚めるパワーがあるので振り幅があるんですよ。技1、神通力鋼の翼だったら、あ、弱点刺さらないじゃん、やっしゃーって思っていたら、まさかのメザパがですね刺さっちゃって、おや、意外と削れるってことがあり得るんですね。なので、ホウボウとのバトルっていうのは、ホウボウレイドかっていうのは、絶対に弱点を避けるっていうことがですね、難しいんですね。こっちに対して弱点をつくやつを引き当てちゃった場合は、もうこれしゃーないっす。これはもう、運が悪かったとね、もう飲み込むしか正直ない状況ですね。ゲージ攻撃はブレイブバード、ダイモンジ、ソーラービームということですね。で、これはですね、以前もですね、ホウボウ対策の動画とかを出している時にもお話ししてると思うんですけども、ホウボウの一番下にあるソーラービーム、はい、これがクセモノですね。ホウボウの弱点、これね、一番いいのは二重弱点の岩なんですけれども、そんな岩タイプのポケモンはですね、ソーラービームが刺さっちゃうんですね。はい、ということで、ホウボウっていうのは3分の1の確率で岩タイプで攻撃するとソーラービーム刺さっちゃうので、そうなってくると、じゃあ岩がおすすめじゃないのかって話になってくるんですけども、そんなことはないですね。ソーラービームが、例えば刺さってたとしても、結局相手の攻撃を 2.56 倍が20弱点でダメージ与えられつつ、ブレイブバードとダイモンジだったらね、岩っていうのは全然ダメージ入りません。なので、これもね、さっきの目覚めるパワーと同じで、ソーラービームの時は岩でね戦ってる時も、あ、そうか、しょうがねえなという風にして割り切っちゃった方が個人的にはいいかなと思いました。ブレイブワード、ダイモンジ、ソーラービーム、全てに対応できて相手にダメージを与えられるポケモンっていうのを用意してきてもね、岩以外で用意してきても、いいっちゃいいんですけど、その結果、一番火力が出せるパーティーが作れるのに、それを使わないっていう選択肢はちょっとね、やっぱり自分の中でダメージを稼いでボールを獲得するっていう意味ではやっぱり効率あんま良くないので、しっかりとね、まずは最高火力を出せる岩タイプを平成しましょう。ソーラービームの時は、頑張って再突入して回復しましょう。はい、ということで、そんな岩技を打てるポケモンたちを含めた、方法へのおすすめのポケモンですよねっていうのはこちらまとまっております。一番火力が出るのがですね、ラムパルドですね。これは以前と変わりません。撃ち落とす岩なだれの構成が、使えるのと、ラムパルド自体の攻撃の種族値がバカ高いんですね。はい、もう全体で良いということで非常に強いです。その代わり防御が低いですね。ということで、ラムパルドは数値上、コンボ DPS 上はですね強いんですけれども、割とすぐやられちゃうので、1体だけだとサクッとね、もう飛ばされちゃう。例えばラムパルドを出してソーラービームザーンも耐えるわけないんですね。
なのでラムパルドの場合は複数体これを用意してあげた方がいいかなと思いました。で今回一番注目したいのはこちらのテラキオンなんですよね。はい、テラキオン撃ち落とす岩なだれラムパルドと全く同じ技構成をすることができます。ただしコンボ DPS4 低いですよね。まあ、正確には 2.5 いくつとかだと思うんですけど 2.5 点、これがですね攻撃の種族値差の差ですね。テラキオンもめちゃめちゃ正直強いですよ。全体で23位ということでめっちゃ強いんですが、どうしてもですね、やっぱラムパルドがもう高すぎるというところで一歩及ばすって感じでございます。ただテラキオンの場合は耐久もあるんですよね。テラキオンが防御の種族値ヒットポイントの種族値はい両方ともぼちぼちあってラムパルドよりは耐えてくれると、いうことがありますのでテラキオンの方をですねメインで運用するのも僕は全然ありかなと思いました。なんだったらラムパルドのね、高個体値集めるよりも、テラキオンの高個体値集める方がまあ今も終わっちゃいましたけど、レイド3週間ぐらいやってたじゃないですか。こっちの方がいるよっていう人なんだったら多いと僕は思ってます。なのでまあテラキオンの方が個人的には実はおすすめかなと。はい、まあラムパルドでやりたいという方はラムパルド艦隊を組むとかラムパルド以外のですねちゃんとあの岩タイプの、弱点つけるやつを編成してあげた方がいいと思います。もう混ぜてねあげる感じですね。そして、岩のですねもう最強の一角だった、バンギラス撃ち落とすストーンエッジのこの技構成コミュデーさんのやつですよね。まさかのテラキオンの方が上になってきましたね。はい、まあもちろんバンギラスがね弱体化したわけではございませんが、この撃ち落とすストーンエッジよりも撃ち落とす岩なだれのテラキオンの方が強いということになりますね。ただコンボ DPS で言うとまあ 1.06 か1.06 この差を大きいと取るか少ないと取るかで結構変わってくるかなと。まあ、テラキオンに関してはコンボ DPS は高いんですけども今までバンギラスの撃ち落とすストーンエッジ艦隊を組んでいた人たちが全部それをテラキオンに置き換えるっていうのはコストがかかっちゃうんですよね。雨もだし砂もかかるということを考えると個人的にはですねバンギラスはまあこのまま今まで使っていた艦隊はそのまま使ってあげてちょっとずつテラキオンにこう付け替えていくと。で、もしも、バンギラス艦隊がいなかったよっていう人はもうテラキオンですね、もうじゃんじゃん育成してあげちゃっていいんじゃないかなと思いました。ラムパルドに関しては耐久が少ないので、より数を集めなきゃいけないとか、いうことを考えた上で、育成するかどうかを皆様考えてみてください。それ以外だとですね、この辺にいるやつらも強いですね。ドサイドン、はい、コンボ DPS 26.65、あとはゴローニャ、アローラゴローニャ、ボスゴドラ、レジロックで、この辺から20じゃない普通の弱点のポケモンたちですね。カイオーガ、レッグーザーに関してはまあ本人が単純に強いと。エレキ、ブルサンダー、ライコー、ジバコイル、サメ肌とかね、この辺も入ってきますね。ということでこれ見ていただくと分かる通り水とか電気どうしてもコンボ DPS ですねこうガクッと下がっちゃいますね。なので極力岩で、揃えてあげることをおすすめします。はい、続きましてルギアですね。ルギア対策見ていきましょう。まずはルギアのタイプですがエスパーと飛行のタイプになっています。残念ながら20弱点はございません。なんですが普通のねですね弱点ですよね、っていうのは5種類あります。電気、氷、岩、ゴースト、悪ということで対策取りやすさで言うとルギアの方が僕は上かなと思いました。まあ方々と違って20がないのでそれさせないけれども、逆を言えば5つのタイプの中でコンボ DPS が高いやつをギュッと集めてそいつらで戦っちゃえば、まあぶっちゃけいいかなとああいうような意見なので僕としてはなのでルギアはこれでいいかなと思いました。ただルギアは耐久がとても高いのでポケモン結構多めに用意しておくことをお勧めします。技はですね、通常攻撃が神通力とドラゴンテール、ゲージ攻撃がゴッドバードハイドロポンプ未来予知という感じでございます。そんなルギア対策なんですが残念ながらこれに関しては昔とあんまり変化がありませんね。ゴーストタイプの技で攻撃威力が高いゲンガー、この辺がおすすめとなってきてます。下で舐めるシャドーボールや、シャドークローシャドーボールを使えるゲンガーがコンボ DPS トップに、出てきてますね。ただこれね上にいるゲンガーラムパルだと、まあ、シャンデラーダークライモンかな。ねみんな耐久が低いんですよ。何なんだろうね。ゴーストだからなのかな。ゴーストだからなんだろうな、きっとな。まあ、ラッパルドも今なんだけどさ、ルギアの弱点がつける、攻撃が高いアタッカーのやつらは、なぜか耐久低い。ゲンガーもラムパルドもシャンデラもダークライもね、もう正直、1、2、3、4、5、6枠ここに入ってきてるやつらっていうのは、割とサクッとやられちゃうんで、6体がね、割と全滅するまでの速度が速いポケモンたちです。なので、まあ、回復アイテムがね、ちょっと節約したいよって方は、そっか、
から下にいるやつらですよね。エレキブルとかギラティナとかこういったやつらを使ってあげてもいいんじゃないかなと思ってます。まあルギアの対策、最適性は基本的にはゲンガーとかラムパルドあたりをこう混ぜて使ってあげてください。ラムパルドをですね鳳凰対策で作った方はこっちのルギアでもこう流用できるというふうに覚えておいてください。あ、テラキオン、それで言ったらいいんじゃないかな。撃ち落とす岩なだれのテラキオンを、鳳凰用に作っといて、で、こいつを、ルギアの方でも使うと。そうすると、テラキオンと、ラムパルド、まあ、岩に寄せちゃうことで、両方のパーティー要素のもう一つにまとめることができますよね。ルギア鳳凰パーティーを岩統一にしちゃうっていうのも、まあ、ありかなと思いました。あとですね、相手がですね、まあ、さっきも見た通り、エスパータイプが技1技に両方なる可能性があるんですよね。そういう時はですね、ダークライみたいな悪タイプのポケモンたち、こういったやつらが有効になってきます。さっきのね、技、相手のタイプが5つあるよと弱点いっぱいあるよっていう話もしたんですけども、相手が使ってくる技にもよってある程度その瞬間瞬間の適性って変わってくるので、まあゴーストとか岩を使いつつ、あとは、ダークライの悪タイプのポケモンっていうのも一応控えといてもいいかもしれません。で、何使ってくるのかっていうのは、おすすめバトルパーティーを見るとある程度わかりますので、こちらをね参考にしてみて、つどつどちょっと変えてみましょう。はい、ということで対策についてはこんな感じですね。今回気になるのは色違いの確率かな。ルギアも鳳凰も色違いがですね実装されています。で、今まで復刻もあったので、まあ、持ってるって方はですね長くやっていれば多いと思うんですけれども、ちょっと間が抜けちゃってたよという方はですね、ここで色違いを獲得するチャンスでございます。ここがですね、まあ、普段だったら大体 5% ぐらいって言われてるんですね。はい、大体20戦やると1体出るかどうかみたいなのが伝説の色違い確率と言われているんですが、今回も果たしてそれと同じような感覚で来るのか、ちょっとね見物ですね。あとはですね、新しい技の追加とかないのかなーって思っちゃってます。ルギアも鳳凰もね、やっぱり伝説ポケモンって今いろんなやつが出てきて、こいつらを使わなくてもいいかなって瞬間もやっぱり多いわけですよ。そうなってくると、こいつらの実質的な強化として、例えば使い道を広げるために新しい技とかを覚えさせて今回復刻してもまあいいんじゃないかなーなんて思ってます。そうするとね、やっぱりこの3日間のね、レイド周り非常にこう有意義になりますからね。はい、そんな感じですね。ということでルギアと鳳凰対策、今回の動画良かったらね参考にしてパーティー作ってみてください。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。